はい、今日はね、2019年4月14日、日曜日ですね。ここは佐野市のね、鴨脇雷神社ですね。今日はいい猫さんのがね、風評を出してるんですけどね、今、ポポロンさんがね、頑張って、こう、ソーセージをね、鍋でボーボーしてるところで、ジバニャンの腹巻きもね、ボーボーしたいんですけどね、ジバニャンの腹巻きをここに置いちゃうとね、他の食品が食べられなくなっちゃうんですね。おはようございます。おはようございます。はい、で、それは、そういうことはね、するといけないですね。食品衛生上よろしくないからね。でも、ジバニャンの花巻は別のところで燃やしたいですよね。それでは。